皆さんどうもこんにちは、スカッチです。今日はですね、 iPhone15 シリーズ、そして15 Pro シリーズが発売されて、ようやく1週間が経ったということで、もうね、手元に届いたという方もいれば、まだ手元に届いていないという方もね、結構多いんじゃないでしょうか。そんな iPhone15 シリーズ、そして15 Pro シリーズはカメラ性能もですね、今回順当な進化を遂げています。まあ、最近発売される iPhone はこのカメラ性能の部分がすごくね、毎年進化していて、今ではですね、 iPhone Pro シリーズにはもうこんな大きなねカメラが3つ、そして無印シリーズには2つね搭載されています。まあ、とはいえね、なかなかそんないいカメラがついていてもうまくね使いこなせないという方も結構多いんじゃないでしょうか。まあ、今日は実際に僕が買ったこの iPhone15 Pro を触っていきながら、基本的なカメラ設定と撮影に関する基礎知識をね、皆さんにお伝えできたらなと思います。もちろん15や15 Plus を購入した方にとっても参考になる内容となってますので、皆さんぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは今日の動画も早速始めていきましょう。それではまず基本的な設定からやっていこうと思います。まず iPhone のホーム画面を開いてもらって、このですね、カメラを開きます。そうすると、こう、基本的なカメラ設定っていうのができるようになります。最初にこちらのビデオ撮影のね、設定をしていきます。ビデオ撮影に関しては、解像度とフレームレートっていうのをまず決めていきます。まず解像度に関してなんですけど、大きく分けるとこの 4K っていうのと 1080p っていうの。まあ、この2つからね、選ぶことになるんですけど、まあ、1080p でも十分綺麗な画質になってるので、まあ、よほどですね、撮った動画を何かにアウトプットしたりとか、クリエイティブな作業をしない限りは、4K じゃなくて 1080p で十分かなと思います。まあ、僕はこうして YouTube に上げる関係だったりとか、今ね、カメラで撮影しているのが 4K24fps なので、そちらに合わせるために 4K24fps に設定してます。まあ、あと、フル HD の方が容量がかなり小さくなるので、例えば 128GB とか、256GB の iPhone を持っている方にとっては、まあ、1080p でもいいかなと思います。そして解像度の横のこの FPS という値なんですけど、これはフレームレートといって1秒間に何枚の写真で、動画が構成されるかっていう値になります。まあ、細かい部分の説明は省くんですけど、そもそも動画っていうのはパラパラ漫画みたいに1枚の静止画がこう高速で何枚も連なって、それを高速で見ることによって動いて見えるっていうのがこの動画の仕組みなんですけど、この FPS という値が大きくなればなるほど、そのパラパラ漫画の、まあ、言ってみれば枚数が多くなるので、より滑らかな表現ができるようになります。そしてこの FPS の値が大きくなればなるほど、スローモーションの表現もできるようになります。ちなみに僕が今選んでる 24fps っていうのはよく映画で使われるフレームレート数になっていて、まあ、映画のような質感を目指すのであれば、この 24fps がね、個人的におすすめかなと思います。ということで、僕は解像度とフレームレートは 4K の 24fps を設定しています。次の PLA フォーマットの表示っていうのはデフォルトでオフになっているので、こちらはオフのままでいいかなと思います。そして手ブレ補正に関してはこちらもオンにしておきましょう。その下のアクションモードと HDR ビデオですね、ハイダイナミックレンジっていう、略称ですけど、まあ、こちらは両方ね、デフォルトでオフになっているので、そのままオフでいいかなと思います。その下の FPS の自動調整っていうのは、これデフォルトで 30fps と 60fps を自動調整っていうのになっているので、まあ、このままでいいかなと思います。これは何かというと、例えば暗いシーンにおいてこの FPS っていうのを調整してくれることによって、よりね明るく撮れたりとか、まあ、そういった効果があるので、まあ、これはこの 30fps と 60fps を自動調整のままでいきましょう。で、カメラをロックとホワイトバランスをロックっていうのは、もうこれはお好みで調整していただきたいんですけど、例えばこのホワイトバランスをロックっていうところは、明るいところとか屋外とかで撮影するときに、ホワイトバランスがね、こう自動的に変わってしまう恐れがあるところでは、ホワイトバランスをロックしておいた方が、後から編集するときとか、まあ、そういったシーンがこの携帯で撮影するときあんま多くないと思うんですけど、ホワイトバランスがね、すごくいじりやすかったりとか、まあ、どうしてもオートに任せると心配という方は、ホワイトバランスをロックしておいていいかなと思います。続いてはですね、スローモーション撮影になります。こちらは先ほど言った FPS の値を大きくすることによって、スローモーションでね、撮影することができます。例えば、こうカメラを開いていって、まあ、こういった、例えばレンズを撮るっていうときも、スローモーションっていうところを押すと、このね、右上のところに HD とか、720p、こちらでフレームレート数っていうのを調整できます。まあ、240にするとすごくこう滑らか、かなりスローな映像が撮れます。まあ、こちらの設定に関しては、よほどねこだわりがなければ、この 1080p の 120fps で十分スローモーションを撮影できるかなと思います。続いてシネマティック撮影になります。こちらはですね、まあ、シネマティックモードっていうね、動画モードがあるんですけど、まあ、このシネマティックモードにすることによって、すごくねこうボケ感がうまく得られるっていうね、
ものになるんですけど、まあ、個人的にはですね、このシネマティックモードってこうなんか人工的なね、こうボケ感があまり好きじゃないので、すごく、使う機会って少ないんですけど、まあもしシネマティック撮影するのであれば、まあ、シネマティックに寄せるっていう意味で 4K24fps がね、個人的におすすめかなと思いますが、まあ自分のビデオ設定と一緒にしてもらってもいいかなと思います。続いてはフォーマットの設定になります。こちらまずカメラ設定ですけど、高効率もしくは互換性優先と、どちらか選ぶようになってます。このカメラ設定を高効率にすると、写真のデータが HEIF っていうね、拡張子になります。そして互換性優先にすると JPEG といって、まあ、他の例えば Windows とかで使う時も互換性のある拡張子になります。まあ、例えばこの iPhone で撮影した写真とか動画っていうのを Windows とかで開きたいとか、そっちで編集したいと思った時にはこの互換性優先の方がねいいかなと思います。ちなみにこの下に記載してあるんですけど、シネマティックビデオと 4K60fps、1080p のフレームレート240に関しては高効率がね必要となってます。続いてはこの下の写真撮影、写真モードっていう設定になるんですけど、これは12と24というのがあります。これは何かというと、 12MP っていうのは1200万画素で写真を撮りますという設定になっていて、 24MP っていうのは2400万画素で写真を撮りますという設定になります。まあ、こちらは少しデータ量大きくなってしまうんですけど、個人的にはね2400万画素がいいかなと思います。続いてこちらのプロロート解像度コントロールですけど、こちらもオンにしておいてください。これは何かというと、プロローといって写真をローデータで撮ることができます。そしてこのプロローにすることによって、なんと最大4800万画素まで、高画質で撮ることもできます。こちらをオンにすると、例えばこうカメラを起動した時に右上にロー最大というね値が出てきます。これをオンにしてもらうことによって、写真を撮影するとロー写真を撮ることができます。まあ一つ注意点としては、この4800万画素のローデータってめちゃくちゃファイル容量大きくなるので、まあ、常にこれで撮影するのではなく、本当でここいい写真撮りたいとか、後から編集するためにもうしっかり4800万画素で撮っておきたいっていうシーンだけ、このねロー撮影っていうのをしてもらうのがいいかなと思います。そしてフォーマットの最後の項目がビデオ撮影のアップルプロレズという項目になります。まあこちらがですね、今回一番ね、目玉のビデオ機能といってもいい、機能になります。これどういう機能かというと、このプロレスエンコーディングっていうのをしてもらうと、 HDR と SDR とログっていうのが選べます。で、今回このログっていうのが非常に便利で、例えばこのプロレス設定をオンにしてもらうと、左上にですね、このプロレスログっていうのが出てきます。これで撮影することによって、今かなり灰色な感じになったと思うんですけど、これで一回ね色を抜いた状態、色とか明るさっていうのを抜いた状態で撮影します。そういった撮影方法をログというんですけど、ちなみに今この撮影してる映像もログ映像になっていて、色を編集する前は、こんな感じになっていて、そして色を編集していくと最終的にこんな仕上がりになります。注意点としては、先ほどのロー写真と同じでめちゃくちゃデータ容量が大きくなるので、例えば 128GB とか 256GB の方っていうのは注意しながらね撮影していった方がいいと思いますし、あまりこうクリエイティブな作業をしない方にとっては本当に必要ないね撮影方法だと思いますので、まあ、このあたりはご自身の撮影環境と、まあ、その編集する技術とかを含めて選んでもらうのがいいかなと思います。続いてこの設定を保持というのは、例えばカメラモードで何かこう設定を変えた時にその設定を保存しますかっていうところになるので、まあ、これはね本当好きなところをオンにしてもらうと、そこで設定を変更したまま、固定されるというかね、前回の設定の状態を保存できるので、まあ、これは普段ご自身が一番多く使われる設定とかを保存しておきましょう。続いてはこのステレオ音声を録音というところがあるんですけど、これはねオンにしておきましょう。まあ、このステレオをオンにしておくと左右別々の音でね、再生してくれることができるので、すごくイヤホンとかで聞いていても臨場感とか、その抜け感っていうのがよく取れるので、このステレオ音声を録音というのはオンにしておきましょう。その下の音声を上げるボタンをバーストにしようっていうところは、まあ、これはこの音声をね上げるボタンを使用してもらうと、バーストといってこうバーっと撮ることができるので、まあ、このバーストってあまり使わないですけど、まあ、あっても悪くないかなと思うので、僕はオンにしております。そしてその下の QR コードをスキャンと検出されたテキスト表示っていうのは、これはオンにしておきましょう。まず構図に関してはこれは全てオンにしておいていいかなと思います。まあ、このグリッド線っていうのは今こう写真の中でこう3分割になってると思うんですけど、まあ、これを利用して例えばこう3分割構図で撮ったりとかね、まあ、こういった撮影方法が可能となって、その構図っていうのをより選びやすくなるので、このグリッド線っていうのは必ずね、表示しておきましょう。あとはこの水平を読み取るラインっていうのも今出てると思うんですけど、これがね、水平だとこう黄色に
ピンとなりますので、まあ、この水平を撮っていくっていうのも写真を撮る上ですごく重要な要素になるので、この水平器っていうのを必ず入れておきましょう。まあ、あとはこの前面のインカメラを左右反転させるっていうのは、例えば普通にこうインカメラで写真を撮ると左右反転した状態で保存されます。まあ、これをですね、こうカメラを見ている状態のまま保存しようと思うと、この左右反転っていうのをオンにしておかないと左右がこう入れ替わっちゃった状態で保存されます。なのでこの前面カメラは左右反転、そしてその下のフレームの外側を表示っていうのも、まあ、個人的にもうオンにしちゃっていいかなと思います。続いてはこの写真撮影のフォトグラフスタイルというものになります。こちらはまあ簡単に言うとプリセット、写真のプリセットみたいなもので、こちらをね設定しておくことによって最初からこう写真のイメージとか印象っていうのを変えることができます。まあ、プリセットの内容としてはこちらの標準っていうものと、リッチなコントラスト、そして鮮やか、暖かい、冷たいと、こちらの5種類になっています。まあ、基本的にこの色味とか、質感とかによほどこだわりがなければ標準でいいかなと思います。続いてメインカメラの設定なんですけど、こちらも今回新しく、搭載された機能で、メインカメラの焦点距離っていうのが 24mm と 28mm と 35mm、こちらの3種類から選べるようになりました。で、個人的にはね 28mm ぐらいが一番こう日常的なものを撮るのに適してるかなと思うので 28mm にしてますが、例えばこう写真を撮るときにこのね1倍というところの倍率を変えることによって、これ 24mm、 そして28mm、 そして 35mm と、まあ、こういったところで長押しすることによってこのメインカメラの焦点距離っていうのを変えることができます。まあ皆さんデフォルトのね 24mm もしくはこの 28mm ぐらいが一番撮りやすいかなと思います。まあ、35mm って若干狭くなるんですけど、個人的にはすごい好きなね、焦点距離になっていて、まあ、今この動画を撮影している距離ぐらいが 35mm なので、まあ、個人的にはこの 28mm もしくは 35mm がね一番多く使いたいというか、まあ、初期設定としていいかなと思います。続いて写真モードでのポートレートとなっていて、これまでポートレート設定、ポートレートモードを撮るときには手動でポートレートにしないといけなかったんですけど、今回から人物と、犬と猫、こちらをね、自動的に iPhone が認識してポートレートに切り替えてくれるというね、設定になっています。まあ、こちらも個人的には iPhone のポートレートモードってすごく人工的なこうボケ感というか被写界深度が生まれてしまうので、まあ手動でね、ほんと使いたい時だけポートレートにしたいなと思うので、これはオフにしておきます。そして残り3つ、より早い撮影を優先、そしてレンズ補正、マクロ撮影コントロールに関しては、まあデフォルトでオンになっているので、こちらもね、あっても別に困らないというか、まあ、あった方がいいかなと思う機能なので全てオンにしておきます。そして最後に今回のね iPhone 15 Pro Pro Max シリーズから、先ほど言ったプロレズのログ撮影っていうのが 4K60 フレームで、この外部のストレージですね、 SSD をつけることによって可能となっています。まあ、こちらもクリエイティブな作業をする方にとっては非常にね、重要な撮影方法になってくるので、ぜひ覚えておいてください。以上がこの iPhone 15 シリーズのカメラ設定の解説になりました。さあ、ということで今日はですね、この新しく発売された iPhone 15 シリーズのカメラ設定ということで、この実際に iPhone 15 Pro を使いながら皆さんにご説明していきました。まあ、冒頭にも言った通り、毎年この iPhone のカメラ設定っていうのはすごく性能が上がっていて、まあ、今年は若干マイナーアップデートになったんですけど、4K60fps でログ撮影が可能になったりと、まあ、より iPhone をクリエイティブに使う方にとってはすごく嬉しいね、今回の進化になったかなと思います。まあ、その一方で多くの方にとっては細かい機能が多すぎて、なんかうまく使いこなせない難しいカメラになってしまったという印象がね、この iPhone のカメラあるかなと思いますので、今日のこの動画を参考にしていただきながら、よりねカメラに詳しくなっていただいて、この iPhone のカメラを使いこなせるようにねなっていただきたいなと思います。まあ、高い金額を払っているからこそ、そのカメラ性能を最大に活かして日常に取り入れてもらうっていうのがすごくねおすすめですし、かなりこう自分の表現の幅とかっていうのも広がると思いますので、皆さんもぜひね自分好みの設定にしてみてください。ということで今日はこの辺で動画を終わっていきたいと思いますので、この動画参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター等の SNS もやってますので、概要欄からぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。坂内でした。